妙見寺は、埼玉県戸田市新祖にある日蓮州の寺院である。州内での自覚こそ一般寺院であるものの、日蓮在世中に建立された当地の古刹である。日蓮州総本山である、美信山駆動寺の旧末寺にして、池上、薫市法園に属する。京都市や栃木県佐野市などにある同州派の妙見寺と、区別するため、新祖大賢寺と称されることがある。 文英八年十月、武州ニいクラ一帯を領有していた、墨田五郎と木光の妻が南山により、生命も危ぶまれていたある夜、と光が日々進行していたフッツが夢枕に立ち、近々ニいクラ付近を通るであろう、皇徳の僧にすがるべき胸のお告げがもたらされた。と木光らが待ち構えているところに通りかかったのが、日蓮である。日蓮は前月に流行において、 残首を過労じて免れたが、佐渡への入るが決定し、鎌倉街道を護送される途上であった。時光は、早速、日蓮を館に招いて、安山祈願を行うたが、留人の身分であるがゆえに許されなかったため、その場で清水を汲んで墨をすり、柳の小枝を噛み砕いて、筆として、開始に安山の五符を書いて、時光に授与した。時光が五符を館に持ち帰ると、 妻はそれまでの苦痛が消え、無事に男子を出産した。これにより、時光は日蓮に帰依することとなる。流罪を解かれた日蓮は、鎌倉を経て、身延山に陰性するが、公安2年10月に、時光、徳丸夫子は身延山に、日蓮を訪ね、出家して、自家弟子となり、それぞれ美徳、非剣の方合を授与された。翌年に、夫子は、領地にいくらに戻り、 後に辞邸を改め一時を建立した。これが長尾系山妙賢寺であり、三号、次号ともに、日蓮によるものとされる。海山は、後に六郎僧の一人に指名されることになる、佐渡アジャリ日向であり、一区、主県が、それぞれ、第二世、第三世の住職を務めた。後に妙賢寺は戦火により消失し、取得元年に、現在の新祖の地に移転して再建された。 そして、明見寺が、もともと存在した跡地には、現在、旧末寺の長江山明天寺が存在し、明見寺とほぼ同様の縁起を伝えている。なお、明見寺、明天寺と並び、廃寺となったがかつて下にいくらには、長明山明蓮寺があり、これら三寺院の寺号、三号にちなんで、三明三朝の道場と称された時期もあったと、言われている。 比叡山等での12年間にわたる修行をしまえて、故郷の成長時に帰参した日蓮は、北家行を最高の法として説くとともに、同地でも流星を極めていた念仏を批判した。北家行自体は、天台宗の根本経典であり、清澄寺の僧侶には、天台大師、地議や伝行大師、最長以来の天台宗の伝統に沿う日蓮の主張に共鳴するものも少なからずあったが、 純粋に競技場の問題ばかりではなく、清澄寺内部の主導権争いに発展するとともに、同地域の荘園の支配権をめぐる地頭、東条場影信との緊張状態など複雑な政治的要素も相まって、日蓮は清澄寺から退出することを余儀なくされた。その後、鎌倉に赴くまでの間に賛同した笠森寺において、観音菩薩のお告げを受けて迎えにやってきた。 住が五郎と清水と初めて対面して信者とし、そのことが後に上落山妙光寺には谷山妙福寺の創建につながったとの伝承も妙建寺の縁起とは全く別のところで伝わっている。この茂原地域の伝承にせよ、妙建寺の縁起にせよ、神社仏閣の縁起は多分にして創作、脚色が参見されるため、それらをそのまま歴史上の事実として受け止めることは、 難しいが、しかし、そのような伝承や演技を成立ならしめた何だかの素地があったことまでは否定できない。いずれにせよ、当時、一定の勢力を有する武士が、日蓮や、その一門の講演者となって、当地での共戦拡大に一役買ったという事実があり、それが小安伝承として、客色を加えて語り継がれたものと解することができる。第一には、妙見寺ともはら寺とで、 演起のストーリーや、登場人物に一部重複や類似する点が監修。できるのは、両寺が共に、美信山駆動寺第二世日向を外する、美信門流の流れを組むこと。第二として、当地における地理的視野を広げてみた場合、現在の東京と練馬区東大泉を水源にして、和光市南部を経て、板橋区三苑で新加賀川に合流する、白子川の流域に、 日蓮衆寺人が点在しているなどの地性的要素に注目する必要もあろう。なお、東京都板橋区には徳丸という地名があり、これは、時光の着南、徳丸の領地とされた地域であることにちなんだものとされる。また、そこから、至近の大門地区には明天寺の段下である須田家が存在しており、時光の末裔と伝えられている。ただ、 シャミヒトクなる人物が日蓮からマンダラを授与されたのは、事実であるが、スミダ・トキミツなる人物が実在したのか、トキミツと、ヒ・トクトが同一人物であるか否かについては、各たる資料に裏付けられたものではなく、伝説、伝承の域を脱す,するものではない。初代将軍、徳川家康の側室で熱心なホッ信者であったオマンの方とミオケンとは、縁が深く、彼女の後半祖とする。 金徳川家や水戸徳川家の関係者から、しばしば寄進を受けた形跡を確認することができる。御主印は十八国を過付されていた。明賢寺は、江戸名所税で、名所として紹介されたばかりか、浅草や深川など、江戸市中において、釈迦像や祖師像などの時宝をたびたびで会長に出した、こともあって、多くの参係者を集め、上述した演技と、相まって、 小安令場として広く、江戸市民に認識されることとなった。五三京清水徳川家家臣の村尾正清は、孫娘が無事に生まれた際に参詣した時のことを、記した、新相体験事毛腕での木と題する気稿文を残しており、それは後に、村尾が残した他の気候文と共に、江戸近郊道しるべに修正されている。以前は、境内西側に、釈迦を祀った小安堂が存在したが、 老朽化等のため、本堂新築時に統合された。なお、小安堂にもともと掲げられていた変額は、その他多数の寺報文化財を有する。平成27年夏には、客殿南側に包像が落成した。以後は、定期的に展示会を行いつつ、所蔵する寺報文化財を順次公開する予定である。ことに、同時において重要視されている。 日蓮商人新筆本尊並びに、日向きに関しては、解散を記念する9月3日に限り公開される。日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。